今回のテーマはポジションについて。ここではチームで戦うために必要なポジションについての基本をお伝えしたいと思います。ポジションを決める要素はライト、センター、レフトの横軸と前衛、後衛の縦軸から構成されます。ライト、センター、レフトの横軸は利き腕、利き足、利き目、体の使い癖によって戦いやすい場所が決まります。一方、縦軸の前衛は比較的身体能力が高く避けるのが得意なプレイヤー、後衛は視野の広い戦略的なプレイヤーが向いています。自分がどのポジションに向いているのか、いろいろと試してみましょう。